どうも、おまっとさんでした。平八郎です。ね。昨日もやってましたね。清宮幸太郎、スリーラン、クソ!このパフォーマンス、相変わらず腹が立つ!相変わらず腹が立つ!見逃し配信見ましたわ。見逃し配信ね。ねえ、飛ばせるのにね、飛ばせるのに見ちゃった、これ。なんなら写真撮っちゃって。ね、この辺に乗っけちゃったりしちゃってるし、多分。というわけで、昨日は、ライオンズ、5対2で、ファイターズに負けてしまいました。おとといよ、マリーンズとのね、連敗16でストップして、よし、明けない夜はない、止まない雨はない、思って、昨日臨んだらあんだ、また負けちゃって、ね、また夜が来ちゃって、早っつって、やっと明けたのに、あ、もう夜?日の入り、早いな、おい。バカ野郎。これで、A クラスのね、可能性が完全に消滅したらしいです、ライオンズ。っていうか逆に、まだ可能性あったんだってね、思っちゃいましたわ。うん。あ、まだ、いけてたんだ。今日勝ってたら、まだ、A クラスに行ける望みあったんだ。ってね、感動しましたわ、逆に。うん。渡辺監督はね、これから、モチベーションを見つけてね、最後まで戦っていきたいですね。っていう風にね、コメントを出してるそうですけども。まあ、ほんとそうですね。まあ、これからはほんと来年に向けて、現在12球団で唯一、もう来年の2025年がね、スタートしました。どこよりも早く、先取りしているライオンズですよ。ねえ、そういう意味、そういった意味じゃねえ。うん。これからの戦い方はもう本当に、まあ、若手を使ったりだったり、おかわりくんの、500本塁打だったり。まあ、ファンは見たいですよね。まあ、そういった采配になってくるんでしょう。まあ、僕は楽しみですよ、逆に。うん。頑張っていただきたいですわ。まあ、それにしても、松本当たる、4試合連続で、ホームランによる失点だそうで。まあ、ね、見逃し配信見てても思いますけども、まあ、テンポが悪いし、まあ、逆によく3失点で、収まったなっていう気もしますよね。もう、玄ちゃんの守備に助けられてたりで、下手したら、この3回のスリーランホームラン、下手したら満塁ホームランだったんじゃないかなっていう。水谷のね、あたり、センター抜けるかというあたりをね、玄ちゃんが、うまいこと取ってくれて、アウトになったけど、うん、普通だったら抜けてますもんね。4失点。さらにもっと失点してたのかなって思います。初回も、ね、フォアボール2つ与えて、危なかったもんね。で、まあ一方の、打撃陣はもう相変わらずですよね。で、ファイターズの先発が加藤貴之でしょ?まあ、加藤貴之っていうのもあるけども、だって得点圏に昨日も結構進めてましたよね。それでも点が取れない。もう今年のライオンズを象徴するかのようなね、展開。で、6回の裏、2点入れるんですけども、これもね、2点止まりだもんね。ほんと、先頭バッターの佐藤龍生が内野安打、さらに平沼がね、当たってますね。センター前ヒット。で、殿崎が、ここで送りバント、キャッチャー前に転がして、キャッチャーのタミヤが一塁で悪送球。それを見て、佐藤龍生がホームイン。ね、まだノーアウトですよ。ノーアウトランナー1、3塁。ここでバッター山村に変えて、元山飛雄をね、こう代打で送るんですけども、元山が、なんとダブルプレイ。ね、でこのダブルプレイによる1点追加で、3対2と1点差にはなったものの、ランナーいなくなっちゃった。ね。これじゃあね、っていうね。他のチームだったらこれもう3点、4点は入ってる案件でしょ、これ。案件だよ、もうこんなもん。いただいてるもんですよ、こんなもん。もう7回はもう僕、見逃したいし見てません。もう軍事、もう軍事のタイムリーって時点でもう見る気失せた。7回の見逃し配信は見ません。パソコンの画面、焦点しちゃうかもしれないからね。見ないです。はい。といったところでね、今日の動画はこの辺で締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもよろしくお願いいたします。SNS もやっているので、こちらのフォローもよろしくお願いいたします。まあ、今日の生配信なんですけども、1時間だけ
1時間だけやらせていただきます。今日は17時プレイボールですよね。ちょっとその後、家族と食事に出かけるので、仲がいいんですね、平八郎家ね。はい、ではでは後ほど、17時の生配信でお会いしましょう。さよならライオン。